んばんは。こんばんは。ピンク似合う。似合いますか？最近でもめっちゃネイルもだけどピンク選びがち人間になってしまった。ここに来て。こんばんは。今日寒いですね。今日は最近バタバタだったから寝てました。一回でも朝午前中朝午前中午前中に起きて外には出たけどすぐ帰ってきてそこから寝てた。こんばんは。リフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ユズボのグローリーまだ見れてない。ぜひ。言うてでも3回目とかですよ。私グローリーデイズやったの。そう、なんかそんなやったことなくて今まで。そう、なんかめっちゃレア。あと1回ソロ公演でやったけど、3人でそのユニットとしてやったのは3回目とかです。昨日で。初めてグローリーデイズした時はもう筋肉痛で立てなかったんですけど今日はね大丈夫です。全然普通だし、普通でした。まだ私がやったことあるのはあれですね、2020年とかまだバックダンサーがねあった時だったのでそう、今もバックダンサーないんだけど、そうバックダンサーがあった時にねやってましたね。2回だけ。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、でもグローリーデイズのバックダンサーはねやったことなくて、他のはある今ないもんね。なんかそういうバックダンサーとか、まあ新公演にバックダンサーするユニット曲ないけど、こんばんは。グ
グローリーデイズがグローリーデイズのバックダンサーズやったことないです。もう正規面だったからね。他はあります。素敵な罪悪感とか、ごめんねジュエルとかはある。こんばんは。ごめんねジュエルめっちゃ好きだったんだよね。曲もめっちゃ好きかも。ごめんねジュエルってグズ、なんだっけ、最終ベルが鳴る公演めっちゃ好き。曲が好きです。こんばんは。指さすとこ好き。指さすとこ、あ、あれですか、感想でなんかソロダンスみたいなやってるとこかな。ごめんねジール衣装も可愛いよね。めっちゃ好きでした。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。マジ今日あんまさ、なんかさ喋ってなさすぎてさめっちゃ声出づらいかも。こんばんは。髪サラサラだねそう、さっきアイロンかけました。寝てて髪ボサボサだったから。今はさ普通のさいつもの顔だけどさ、今日朝さ起きたらさ目パンパンに腫れすぎてさ、この目がさなんかなんていう、なんか別人レベルに腫れてた。こんばんは。そう、普通にね、あのね、うつ伏せで寝てしまって、そう、それでね顔がねパンパンになってた。顔が全体的に花粉で目腫れまくり。まあ花粉で目腫れちゃったりするのか、大変だな。大変ですね花粉症。こんばんは。
いや寝落ちはねしてないです。普通になんか寝るときもうつ伏せで寝るのが好きだからうつ伏せで寝る。むくみたくないときはちゃんと仰向けで最近寝るようにしてるんですけど、仰向けで寝るとやっぱなんか寝た気がしないんだよね。寝てるんだけど寝た気がしないから次の日は休みとかの日はねもううつ伏せで寝ます。横向きかうつ伏せか。こんばんは。ちょいちょい話に出てくるキレートレモン聞くでしょ。あれ本当にねめっちゃいいんだよキレートレモン。ゆずもね最近だとチーム S の MV 撮影の日に飲みました。最近じゃないのもう2ヶ月前ぐらいになっちゃうわ。2ヶ月はちょっともったない。1ヶ月前ぐらい1ヶ月ちょっと前ぐらいになっちゃうけど、そうすごい効くのよあれ。キレートレモンのねコンビニとかに売ってるあのむくみみたいな書いてあるやつパッケージ、そうめっちゃねいいんです。むくみが取れます。こんばんは。あと耳にねあのヘアゴムつけとくといいよ。むくみ取れる。こう引きこうこうなるから引っ張られて、ね、むくみが取れます。ヘアゴムあの細いちっちゃいやつ、ね、耳に巻きつけるとグッドです。こんばんは。耳ゴムいいっていうのはそうめっちゃいいんだけどあんまり私はやんないですけど、やってるメンバーはちょくちょく見かけるけどゆずはあんまやんないか。でもやるときもあります。こんばんは。サンリオのキリミちゃんお出かけしたのかもしれない。なんかお出かけっていう表現めっちゃなんかすごいサンリオって感じだよね。キリミちゃん、キリミちゃんってそんな結構有名じゃない？キリミちゃん有名だと思ってた。推しメン、あキリミちゃんがキリミちゃん、キリミちゃんの着ぐるみとかどういう感じなんだろうね。幅とか結構あるのかな。ミオタンキリミさん推しだからずっと文句言ってました。あなんかみんながめっちゃ好きみたいな言いそうなキャラクターが好きなところミオちゃんっぽいね。なんかなんか少数派キャラが好きなところミオちゃんっぽい。あなんか西井ミオちゃんとの裏話が一個あるんですけど、
なんか劇場公演の日って公式でブーメランみたいな上がるじゃないですか、インスタのストーリーで。で昨日私その前半と後半、前半 MC のメンバーと後半 MC で撮るんですけど、私昨日久しぶりに前半 MC だったんですよ。そうだから撮ったんだけど、でみおちゃんも昨日お互いシンポジだったから一緒に撮ったんですけど、なんかブーメランって、まあ、隣だったんだけど、なんかこうやってやってきたのね。でゆずはこうやってやったの。なんかそれがすごいさびっくりして、なんかテイクにちょっとお願いしますって言って、じゃあまたやってねこれって言ってさ、私もさ2回目撮り直してもらったんだけど出してくんなくて、でもみおちゃんも出さなそうだったから、私も出さなかったらお互いやらなくて謎のなんかニコニコしただけのブーメランになりました。やってくんなかった、もう血もやなかったけど。こんばんは。ピンクに合いますか？嬉しい。でもエス公園の最初もピンクだからね。青もでも好き、どっちも好き。こんばんは。エス公園最近入ってないから入りたい。エス公園待ってますよ。でも次の応募はもう応募どころかあれですもんね、登録出てるぐらいだもんね。12日、久しぶりの通常です。一回通常挟みます。その次が泉ちゃんの生誕祭ですね。こんばんは。12日行くから楽しみにして。おお、ありがとうございます。鉄のエス公園もいい公園もみたいな。いい公園も、私もいい公園見たいな。一回ルーちゃんとね行ったんですよね、見に行ったんです。始まってすぐかな、始まって意外とすぐぐらいの頃にね行ったんですよね。K2 公演はゲネプロ見てから、本番のは見たことないから見たいですね。
制服の目もなんなら見たいぐらいですね。ゲネプロは見に行ったけど、コールありで聞きたいな。違う制服の目出た時もうコロナ真っ只中みたいな感じだったからさ、もうなんかメンバーとの距離もちょっと離れてたし、コールなんて聞けるタイミングじゃなかったので、見に行きたい。いい公園ならどの衣装着たい？なんか黄色のチェックのやつありません？あれかわいいなって思ってる。でもあれも好きです、あの中局のルーズコントロールとかのやつ。まあそもそもルーズコントロールがすごい好きなんですけどね、曲が曲が好きなんですけど、そうダウンロードしてる唯一。そう、もうなんか初めてその声出していこうぜ公演のゲネプロに行けなくて、そうカラーズだったかな、そうチームSで出演したさ、あのカラーズっていうイベントあったんですけど、そうその日と多分丸かぶってたから、そう見に行けなくて、そうだから何も知らない状態で行ったんですよ、本番を見に行ったんだけど、見に行った時に。でもルーズコントロールがすごすぎて、そのほぼそれしか記憶ないレベルえ、すっごって思ったの、めっちゃ覚えてる。あ、届いてるよ、ありがとう、ギフト思いを届け。劇場版みかんの書き方、あ、ありがとうございます。そう20日に出演します、みかんの剥き方。何ヶ月ぶりだろう、半年ぶりぐらいかな多分、半年ぶりくらいに出演します。こんばんは、この間の絶なでやってたハーフツイン可愛すぎました、嬉しい。なんかハーフツインさ久しぶりにやったんだけどさ、なんかいいねまたいつかやります、ハーフツイン。ハーフツインだったらね、どの曲にもまあ合わないことはない。ハーフってあれなんだ、星になるんですね初めて知ったか。ハーフアップも欲しいになる。確かにハーフアップは
にちょうど1ヶ月前にやったかな。ハーフアップも可愛いよね。あんまりやんないけど好きです。ハーフアップ、こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。寒い。コンサートの時のポニーテール最強だと思います。ありがとうございます。私もポニーテール好きなんだけど、なんかママはツインテール派らしいです。ツインテールの方がいいって言われた、この間。こんばんは。ツインテールね、かわいいよね。ユズもツインテールは好きですよ。そう、昨日もあみちゃんがさ、なんか髪型に迷っててさ、そう、なんか S 公演で私がこの間猫耳のツインをやったんですけど、そう、それやってよって言ったら、なんか最初「みたいな反応してたけど、めっちゃノリノリでやってました。昨日可愛かった。すごいノリノリでツインテールしてた。で最初なんか「これでウィンブルドンとかさ、どうしよう」みたいな言っててさ、なんか「ゆずはタイミングが良かったじゃん」みたいな。そう、なんかちょうどマリンの生誕祭で、まあなんか猫みたいな感じだったから、そう、だからそれはよか、なんかいい、良かったじゃんみたいな。でなんかその E 公演、全然おとといさあ、いい公演だったじゃないですか、多分。なんかその日もあったんですけど、事務所で。なんか昨日のツイン可愛かったみたいな言ってくれて、じゃあ今日やりなよって言ったのね。そしたら、そうしようかなとか言ってたのにさ、全然違う髪型しててさ、いい公演の日に。そしたら、昨日やらなかったじゃんって言ったらさ、できなかったって言ってたけど、そう、昨日はやってくれました。こんばんは。
でもすごいよね、なんかさ髪の毛でさ猫耳作れるのすごくない？普通にすごいよね。最近は毎日スタバ飲んでるの。飲んでたかも。飲んでましたね。今日は飲んでないです。しょうがない、頑張れないもん、飲まないと飲まないと頑張れない、体だったから。こんばんは。一番大きいサイズで飲んでました。でもちゃんと1食をそれっていう風に計算してるから、そうだから、あの例えばお昼ご飯があれだけみたいな感じよ。それとなんか食べるとかではないですあんま意味なさそうだけど、でも踊ってる時のお供にしてたので、まあ動いてるから、まあ こんばんは。カロリーは考えてないです。その分動けばいいやっていう考え面倒くさい、カロリー考えるの。でも分かんない、大体なんかさ、このパン1個は何キロカロリーだとかあんま気にしたことないけど、一回なんかスティックのスナックパンみたいなカロリーを見た時に驚いて、それだけはもう食べないでおこうと思って、それだけは食べてないな。あれめっちゃ好きなんだけどね、ちっちゃい頃めっちゃ食べた記憶ある。あのチョコチップとかの、わかるかなチョコチップとかのさ、あのスティックパンみたいな、そう、あれめっちゃ好きなんだけど、そう、ほんとえこんなするのみたいな、びっくりした。あれなんか普通にちっちゃい頃とか一袋めっちゃ食べてたけど、一人で相当なカロリー。まあ美味しいからいいけどね、いっぱい入ってるやつ。そう8本とか入ってるやつ、一袋に。あれめっちゃ美味しくない？あのさ、なんだっけ、クマのキャラクターが描かれたやつよく食べてました。あれめっちゃ好きです。こんばんは。菓子パンとかね、不意に食べたくなっちゃうけど、あれ好きで高校生の時2袋食べてた。うわー、全然なんかその年齢なら絶対いけちゃうよね。今は絶対無理だわ。もうずっと食べてないかも。でも好きだけど、
ミズは朝ごはんはあれですね、お米派だからお米が好きです。あんま食べないけど。北海道の絵が描かれてるチーズ蒸しパンみたいなやつ好き。あれ食べたことないんだよね。食べてみたいんだけど、あれ売ってる？コンビニとかで。食べたい。今度見つけたら買おう。和食大好き、キスちゃん。そうだよ、私和食派です。朝はあまり食べる気にならないからチョコケーキ食べてる。それ結構食べてるって言わないですか？チョコケーキ朝から食べるの結構すごくない？なかなかだけど。そう、それ食べたいんだよね。食べたい。今度買おう。最近食べたいものが多すぎる。今めっちゃ芋けんぴ食べたい。あとアイス食べたいものが多すぎますね。あとセブンのレジ横にあるささみ揚げみたいなやつ大好き。あれ食べたい。でみたらし団子も食べたいな。あとは何が食べたいかな。今日せんべい屋さん行ったからかめっちゃせんべいも食べたいしな。食べたいものがバラバラすぎ、ジャンルが。あー、てりたま。そう、昨日メイクさんがてりたま食べててさ、そうで、なんかそうマックのなんか値段で一盛り上がりした。なんかさ、栄のマックって高いみたいな、なんか人が多分いっぱい来るマックってちょっと値段が高いんだよみたいな話してて、メイクさん同士でなんか盛り上がってた。そう、結構違うんだって。80円ぐらい違うらしいよ。食べたい、てりたま大好き。そう、80円ってすごくない？なんかセットが80円違うらしい。すごくない？ 80 円ってさ、結構大きいよね。っていうのを、そう、マックよりもスバーガー派だ。わー、でも分かるかも。どっちも好きです。モスバーガーのさ、コーヒーシェイクみたいなあるかな、まだ。あれめっちゃ好きなんだけど、あるかな、まだ存在する？一応ね、一宮駅にあるんよ、モスバーガー。行ったことないけど。ケンタッキー好きですか？ケンタッキー大好きです。この間食べました。先週食べたかな、先週の夜ご飯に食べたかも。ツイスターが好きです。あれ多分10本ぐらい生きる。多分10本ぐらい生きます。大好きです。こんばんは。食べたい、ハンバーガー食べたくなってきた。食べたいな、バーガーキング。わー、行ったことないかも。バーガーキングって美味しい？ツイスターなんてさ、なんか一本食べただけじゃさ、食べた気にならないよね。そう、食べた気にはならない。ギフトありがとうございます。ありがとう。
ロッテリアね、ロッテリアもあるよ、一宮駅に行ったことないけど そう、意外といらっしゃるんよ、お店が。ただ寄らないのよ別に。え、マジで太るものしかない。ドーナツとかもあるし、パン屋さんもあるでしょ、ラーメン屋さんとか居酒屋もあるし、そう困る。カレーもあります、ココイチもあります、あとはうどん、あとお惣菜屋さんみたいなありますね、あと焼き鳥屋さんとか、とにかくご飯屋さんばっかよ。好きや向かい側にあるとこ、そうなの、すき家もあるんだよ、ね、駅すぐそこのね、すぐそこにあるんです。サーティワンはねあったんだけど、なくなっちゃったの、めっちゃ前にあったんですけどね。あとなんだっけ、なんかカフェみたいな、カフェなんだけど、夜居酒屋みたいになるお店があるけど名前が分かんないや。そう、あとね居酒屋がめっちゃあるんだよね、駅が近いからか。そう、金曜日とかこの土曜日とかこの時間帯、多分すごい人がねいっぱい。プロント、あーそれかも。そう、夜になるとねなんか居酒屋になる多分だけど、なんか夜になるとメニュー変わってんだよねっていう感じかな。あとなんか名鉄百貨店もなくなっちゃったんですけど、名鉄百貨店の上の方にあるうなぎ屋さん、よくおばあちゃんが連れてってくれてた。もう食べれないけどね、悲しい。うなぎも食べようと思えば食べれたのに、もうそれもないだなんて。こんばんは。一宮駅の100円ショップ入り口見つけるの難かった。あー確かにちょっとややこしい場所にあるよね。そうだね、確かに難しい。私もなんか何なら知らなかったもん、100円ショップあるの。あ、あるんだって思って。名鉄百貨店初詣の時閉店セールやってた。ゆずもね美醜コレクション終わり行ったんよ、あの2日目のトークイベントの後にママとお父さんと行ったんやけど、3人でなんかそんな感じのしてた。こんばんは。
目立つやんかってもな、あんまりでも行った記憶はないけど、いいよね駅に百貨店がある。55分になったら終わります。こんばんは。そう、前はねスタバもあったんですけど今ないんだよね駅にスタバ。でもあったらあったで通い詰めちゃいそうだからなくてよかったかもしれないけど、前はあったんですけどなくなっちゃったんだよね。近所にスタバできる。やば。それはもうスタバに貢ぐことになっちゃう。そんなことになったら。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。昔サーティワンあった気がする。ありましたよ。何回か行ったことある。多分。あんまサーティワンって食べないけど、なんか自分で買いに行くっていうよりもなんか差し入れとかでいただくイメージだから、あんまりサーティワン行って買って食べるみたいなことはねないんですけど、あった。今はねなんかね、今何屋さんあれなんかいろんなものが売ってるお店になっちゃった。サーティワンどのフレーバーズ？サーティワン、わりかし何でもいける気がするけど、何が好きかな。なんかめっちゃすごい差し入れでいただくときは絶対みんなが食べなそうなやつ選ぶ。チョコミントとか、チョコミント大好きなんですけど、あんまり選ばないからみんなチョコミント選ぶ。でも意外と何でもいけますね。いちご系とかじゃなければ大丈夫。ポッピングシャワーは好き、食べる。なんだかんだで一番おいしい説あるよね。こんばんは。いちご系 NG、 そう NG でやらせてもらってます。もの自体は好きなんですけど、いちご味のアイスがねあんまり。
でも食べれるのもあるんだよね。なんかもう分かんない、自分でも分かりません。食べれるイチゴもあるけど食べれないイチゴもあるっていう、なんか謎なことしてる自分でも。ラブポーション31、あ、食べたことない、食べてみたい。こんばんは。あれとか好きです。キャラメルリボンとか選びます、よく。多分ね、いちごのなんかトマトとかも同じ原理なんですけど、なんかつぶつぶが残ってるとダメみたいな、多分そうな気がする。トマトもなんか別にケチャップとかはいけるんよ、けどなんかつぶつぶが残ってる、なんかそのまま使われてるさ、ピザとかあるじゃないですか、そのまま乗っかっちゃってる感じの、多分あれがダメなんだと思います。とケチャップはむしろすごい好きな方だし、全然なんかつけて食べたいみたいなタイプだから、そう、いちごも多分つぶつぶみたいな感じが残ってると多分ダメなんだと思う。多分ね、おそらく。いちごはいちごでも、いちごジャムとかはすごい好きだし、それがなんかスムージーとかになると多分ダメな気がする。難しいね、自分でもなんかもうなんでこんなさ感じなんだ、もうめんどくさい自分が。明太子とか粒あん嫌いそう。明太子は大好きだけど粒あんは苦手です。こしあんが好きです。でもなんか食べようと思えば食べれるところまでは来てる、粒あんは。キウイとかのつぶつぶはダメ。キウイは味がそもそも好きなので食べれます。ますます分かんなくなってきた、ダメだ。自分でもなんかもうさ分かんないもん、好みが。自分でもなんか一番自分がめんどくさいなって思う。明太子食べたいな。キウイ大好きだよ。あんまでも食べる機会ないよね、日常的に。私はあんまないな、キウイ。たまに冷蔵庫にあるの見かけるけど。わ、55分だ。そろそろ終わろうかな、今日は。ありがとうございました。また明日会いましょう。アイスの話したからアイス食べます、今から。ありがとう、またね、おやすみ。ありがとうございました。また明日、ありがとう、おやすみ。